アリソン・ディスクはアメリカ・ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス2勝を挙げている。身長175センチメートル、体重66キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位はシングルス36位、ダブルス60位。3歳からテニスを始め。 2009年にプロに転校する。四大大会では2010年ウィンブルドン選手権で主催者推薦選手として初出場した。2013年全米オープンでは1回戦でツベタナ、ピロンコバ、2回戦で、第28シードのモナバルテル、3回戦で第7、シードのペドラ・クビトバを6から3、6から0で破り4回戦に進出した。4回戦で、 ダニエラ・ハンチュコバに3から6、7から5、2から6で敗れた。2014年10月の天津大会でツアー初の決勝に進出した。決勝でベリンダ・ベンチチを6、3、6、4で破り WTA ツアー初優勝を果たした。2017年5月15日付けランキングで自己最高のシングルス36位を記録している。二千十九年全豪オープンでは、 ジェニファー・ブレイディと組んだ女子ダブルスでベスト4に進出した。2019年6月のスヘール・トーヘンボス大会の決勝でキキベル・テンスを06、76、75で破り5年ぶりの WTA ツアーに勝目を挙げた。2019年ウィンブルドン選手権では4回戦で世界1位のアシュリー・バーティを3から6、6から2、6から3で破る主を挙げ、 自己最高のベスト8に進出した。準々決勝では、セリーナ・ウィリアムズに4から6、6から4、3から6で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。